あいつ来ましたよ、中村区役所駅ね。なんかもう特に前回どうかでね、散々出てますからね、中村区役所駅は。こっちはね、パターミナルになるか分かんない、大川か。はいよ。で、スーッと入ってくからって、特にターミナルみたいなものもありませんからね。一応こっちで、はい、ターミナルってことでね。これ大事なのはここね。当駅にて下車されたお客様は上階に上がり、改札口へお越しください。定期券、経路外の方は精査が必要となります。これ何かというと、要はキセル対応ってことなんですけど、まあ、このね、地図分かりやすいですよね。要は、名古屋駅から、見ての通り先のね、この中村区役所方面、ガラガラです。対して、この名古屋から先ね、スーッと行くと、このね、丸の内やらね、久屋大通りといったら、まあ、いわゆる、堺方面のね、バイパスも兼ねてますから、今池とかずーっとあるわけですよ。うん。で、こっちの方に行く人の方が圧倒的に多いわけですよね。そうすると、ね、座りたい人とかがね、この中野区役所まで乗って、そこから折り返してね、乗ってったら、もうほぼ確実に座れるじゃないですか、ここ始発ですから。ということで、そういうような折り返し業者をする人が、結構多いということで、ただそれは、ね、あの一路行った制度、こういくんで、大回り乗車にならないんですよね、ですから、その場合はここの分の生産が必要になりますよと、そうしないと、季節乗車になりますよということになります。まあ、例外はありまして、例えばね、定期券を中村区役所から買う。ですから、あの名古屋から、例えば、名古屋から今池までの定期券を買うというふうになったときに、普通は名古屋から今池間で定期券を買うんですけど、その定期券を買うときに、中村区役所から、今池までの定期券をくださいって言ったら、でその中村区役所の、分も持っていれば、当然こうっていうのも定期券で買ってるエリアになりますから、まあ、大丈夫は大丈夫ということになりますね。まあ、そこまで面倒くさいことをする必要があるのかって言ったら微妙ですけど、値段は20円か30円、月で、ね、多分200円か300円ぐらいの差になると思います。ちょっとちゃんと調べてないから分かりませんけどね。でもう一つの方法が、まあ、いわゆるフリーパスを使うわけですよね。まあ、今回みたいにこういったフリーパスを使っている場合、土日テイクキップを使っている場合は、当然、こっちの方も来て大丈夫ですから、それでは問題ないよねということになりますと。まあ、一回とりあえず上には一回上がっておこうかなと思ってますけどね。よいしょ。さあ、一応上に上がって一回通して、またすぐ戻りましょう。まあ、何せもう見尽くしてますし、中村区役所から、あっちの方行くやつってないかな。大原方を夢に行ったりしてたんですけどね。鳥居前どうやろ。次行くのかどこでしたっけ。私どこに行くって言ってましたっけ。神尾台か。神尾台に行かないといけないですよね。神尾台の方面に行くってなると、本陣の方行ったらあかん。かすもりでもあかんやろ。岩塚でもダメ。あっちの方に迂回するようなのはないかな。高畑駅やろ。あれ、ああ、これ深夜のね。ああ、折り返しますか、このまま。よし。中島、朝からやっとるところがね、そんなないですかね。白雲銀行奥まで行ったらあるんですね。知らなかった。よし。よし。丸の内行ったら米田コーヒーありませんか。米田コーヒーやったらいくらでもあるか。この辺りやったらね。さあ、どうしようかな。神尾台ってあるか。神尾台はでもでかい駅ですからね。あると思いますよ。よし。じゃあ神尾台まで行きましょう。